この動画には以下の要素が含まれております。苦手な方、地雷の方は視聴をご遠慮ください。どうもどうも、作者です。ミリアヤで。じゃ今回もツイステッドワンダーランド実況してこか。あ、すみません。さ、これで入学式と両分けは終わりかな。いいかい、新入生たち。ハーツラビル寮では、僕がルールだ。逆らう者は首をはねてやるから。そのつもりで。怖くね？やっとカットレイ式が終わった。さっさと寮に戻るぞ。サバナクロー寮、ついてこい。新入生の皆さん、この度は入学おめでとうございます。皆さんが充実した学園生活を送れるよう、オクタビネル寮寮長として、精一杯サポートさせていただきますよ。それにしても、学園長はどこに行っちゃったのかしら。式の途中で飛び出していっちゃったけど。飛び出したんだ、校長。職務放棄。タブレット。腹でも痛めたんじゃないか？違いますよ。あ、来た。だってな。まったくもう、新入生が一人足りないので探しに行っていたんです。ありがとうございます。両分けがまだなのは君だけですよ。ですよね。たぬき君は私が預かっておきますから、早く闇の鏡の前へ。はいね。何時の名を告げよ。は、ミリアです。何時の魂の形は、わからぬ。何ですって。このものからは魔力の波長が一切感じられない。色も形も一切の無である。作者、はいな、なんじゃらほい。私の記憶が確かであれば、私はそっちの世界、昨夜都会の大賢者だとか聞いたんだけど、あと宇宙魔術師だと自認しておりますが、そちらお違いでないですよね。お間違いでは。まあそんな設定にしたのは確かなんだけども、あの鏡さ、私の魔力がないとか言い張るんですけど、マジで見る目ないんとちゃうか。うんせやな。ただまあ号に入れば号に従えみてえにさ、やっぱり天先の方針に従わないかんのよ。ってことでお前さんのその事故に関しては、元となる世界が違うので、その鏡が全く認知しやがらねえ。ってことになるな。はぁ、全く見る目がねえよな、あの鏡。よって、どの寮にもふさわしくない。まあわからん、言うてるから無理はなきにしてもあらず。めっちゃざわつくやん、公開処刑かよ。魔法が使えない人間を黒き馬車が迎えに行くなんてありえない。一応使えたんだけどね。生徒選定の手違いなど、この100年、ただの一度もなかったはず。一体なぜ？私が好きで。パッ、だったらその席、俺様に譲るんだぞ。猫パパ。あ、待ちなさい、このタヌキ。そこの人間と違って、俺様は魔法が使えるんだぞ。だから代わりに、俺様を学校に入れろ。魔法なら飛びっきりのを今見せてやるんだぞ。みんな捨てて。おお、なあ、ちょ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 、尻に火が。このままでは学園が火の海です。誰かあのタヌキを捕まえてください。神様を使える人いませんか。かったや。あら、狩りはお得意でしょ。まるまる太った絶好のおやつじゃない。なんで俺、てめえがやれよ。グローリー先生、お任せください。痛い気な小動物をいたぶって捕獲するという、皆さんが嫌がる役目、ね、この僕が受け負います。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎ来ましたわ。いやいや、点数稼ぎとか。誰か俺のケツの火消してくれてもよくね。皆さん、私の話聞いてます？タヌキ捕まえるくらい、あんたがやりゃいいだろう、先生。俺様はタヌキじゃねえって何度言わせるんだぞ。偉大なる魔法師になる男、グリムとは、俺様のことだぞ。威勢のいい小動物ですね。リドルさん、お願いできますか？違反者は見逃せないからね。さっさと済ませるとしよう。はい、リズミック参ります。しっかしこれ音ゲームあるんやな。ちゃっかり分岐あるって書いてあるし、ただわざとミスるん苦手やから全分岐回収は無理やな。これはまあどこの音ゲーも一緒や。どこ押しても受けなんね。長押しのオツも定番やな。
プリムの顔可愛いってすこ。特にこのお粉顔可愛い。合わせるやつじゃない。なんかもうそっちとしては分かりにくいけど微妙に反省ずれてるから納期表示して押すしかなくなってる。さっさと反省調節させろ。赤い線が分岐の分かれ目。割りかけすいやつらやの。続き回す。エクセレント。お、もう終わりかな。なんだなんだ。終わったわ。反省調節すれば AP 狙えるかもしれんな。キリ悪いから次も行こうか。オフウィズユアヘッド。おー、そこで移動した。なんでこりゃ。ハートの女王の法律第23条、祭典の場に猫を連れ込んではならない。出たよ。キリキリ。猫である君の乱入は重大なルール違反だ。即刻退場してもらおうか。俺様は猫でもね。こんな首はすぐに燃やして。 あれ炎が出ねえんだぞ。どういうことであるか。僕がその首輪を外すまで君は魔法を使えない。ただの猫同然さ。何？俺様はペットじゃねえんだぞ。心配しなくても君みたいなペットこっちから願い下げだ。ま、学園からつまみ出される頃には外れてるよ。いや、相変わらず素晴らしいですね。どんな魔法でも封じてしまう。リドルさんのユニーク魔法。これやっぱ魔法かメモらねば。絶対に欲しい。首を跳ねよと書いておくじゃなくて、効果は魔法を。僕なら絶対にかけられたくありません。どうにかしてください。あなたの使い魔でしょ。しっかりしつけを、はい、え、あなたのじゃない。違うぞ。見知らぬやつだぞ。って何回目だこれ。そうでしたっけ。では学園外に放り出しておきましょう。鍋にしたりはしません。私優しいので、誰かお願いします。ギニャー！離すんだぞ！俺様は、絶対、大魔法師になってやるんだぞ！ああ、締め出されきったよ。ま、少々予定外のトラブルはありましたが、入学式はこれにて閉会です。各寮長は新入生を連れて寮へ戻ってください。ん？
そういえばディアソムニア寮寮長のドラコニア君の姿が見えないようですが。マジですか？あいつがいないのはいつものことだろ。いつものことだ。もしかして誰も式のこと伝えてないのか。そんなに言うならあんたが伝えてやればよかったじゃない。でも俺あいつのことあんま知らないんだよな。そういう問題っていうか、そういうのって職員が伝えるべきやつやったんくね。ドラコニアってまさかあのマレウス・ドラコニア。この学校に通ってるってマジだったのかよ。怖え。怖いの。やはりもしやと思って来てみたが、マレウスは来ておらなんだか。また式典の知らせが届いていなかったと見える。申し訳ありません。決して仲間外れにしたわけじゃないんですよ。どうも彼には声をかけづらいオーラがあるんだよね。マジか。まあよい、ディアソムニア寮の者はわしについてくれない。あやつ拗ねていなければよいが。はい、ペラです。私はどうするんやろか。さて。はい。大変残念なことですが、はい、あなたにはこの学園から出て行ってもらわねばなりません。魔法の力を持たない者をこの学園へ入学させるわけにはいかない。心配はいりません。闇の鏡がすぐに故郷へ送り返してくれるでしょう。大丈夫。さあ扉の中。あ、はい。強く故郷のことを念じて。ほうほう、メモった魔法一個しかないんだけど。さあ闇の鏡よ、この者をあるべき場所へ導きたまえ。もう一度。闇の鏡よ、この者を。どこにもない。え、この者のあるべき場所はこの世界のどこにもない。はい、無である。はい、なんですって。そんなことありえない。ああ、もう今日はありえないのオンパレードです。え、どういうこと？これ任務終了後の期間に影響はあるか？私が学園長になってから、こんなことは初めてで、どうしていいか。そもそもあなた、どこの国から来たんです？ソルニア王国から。まあでも話は長くなるのは事実よ。聞いたことのない地名ですね。私は世界中からやってきた生徒の出身地は全て把握していますが、そんな地名は聞いたことがない。一度、図書館で調べてみましょう。わい、こういう異世界の本はぜひとも読んでみたいんだよね。特に魔導書、続く。ということでご視聴ありがとうございました。